第37回日本アカデミー賞受賞式が7日都内で開催され、話題賞俳優部門を受賞したお笑いコンビオードリーの若林正恭がステージに登壇した。若林はかつてない場違い感と緊張気味で、司会の西田敏行から、これからも俳優活動をするの？と聞かれると、台本を読んで決めたいと思いますと上から目線で答えて会場を笑わせた。若林は初出演した映画ひまわりと子犬の7日間で同賞を受賞。日本放送オールナイトニッポンを通して一般リスナーの個人投票で選ばれる唯一の賞とあって、自身がパーソナリティを務める番組内から投票を呼びかけていたが、念願かなって受賞した。壇上で隣に並んだ若林に、福山雅治が、僕のラジオの後にオードリーさんがやられているので聞いて帰っています、実はそういうつながりがあると声をかけるも、人見知りで知られる若林は、あ、そうですかと頭を下げるのみ、慣れない場に表情を固まらせたままステージを後。第37回日本アカデミー賞受賞式が7日都内で開催され、話題賞俳優部門を受賞したお笑いコンビオードリーの若林正恭がステージに登壇した。若林はかつてない場違い感